どうもこんにちは、605です。もう期間が終わってるか終わってないか分かんないんですけど、終わってたら結構前にロッテリアでこのビックリマンシェイクだと思うけど、そういうのが発売されてたんですね、ビックリマンとコラボして。で、まあロッテリアっていうのはあんまないもので、僕っちの近くには残念ながらないので、ビックリマンシェイキを自作していきたいと思います。お寄せ物は簡単、ビックリマンチョコ。あ、これはビックリマンチョコを全部ウイハースの味共通なんで何でもいいっす。コップにスプーン、ストローに最後に、これがないとシェイキではない。おい、ストロー飛ぶなよ。スーパーカップ、まあバニラアイスでいいです、スーパーカップじゃなくて。これで作っていきたいと思います。まずはビックリマンチョコを開けます。シールはニューロビン。まあこれね、僕なんか動画撮ってないとこ裏で、まあ、買ったんですけどダブりました。くそ、まあ今いい、メインはシェイキだから、シェイキシェイキシェイキ。まずはここにもうアイス溶けちゃうんで、アイスをあと溶く、スプーンで、まあ、ぶち込みます。いけ、よいしょ、うわもったいね。あ、まあミニだからいいとしよう。これミニじゃなかったらまあそのまま食えよって話だよね。あー、スプーンもう一つ用意すれよかった。まあいっか。まあその間にもシェイキなんで一応溶けた方がいいです。なので溶けるまで、まあ、ウエハースを切っていきましょう。で、ウエハースを切るのはこういうテーブルの上だと汚れてしまうので、まあこれビックリマンチョコについてくるね、厚紙なんですけど、この上で、おいしょ、ちょっと分かりにくいかな。うん、ここの縦と横の線を使って、まあそれにこう大体で、大体の真ん中、大体の真ん中で切りましょう。本当のビックリマンチョコもね、ビックリマンシェイキも4等分なんで、うん、この情報は他の人の動画で得たちょっと情報なんですか。4つに切ります。なんかこんなふにゃふにゃしてて余計落ちるのからみたい、わかるかな、意味がわかんないよね。あ、でもまあまあまあ、まあそれでもしそんな溶けなかったらこういう感じで自分でこう、あ、まあ若干溶け気味でちょっとドロッとしてるぐらいが目安な気がする。どうなのかな、シェイキってマックシェイキぐらいしか飲んだことないからあんまわかんないんだよね。こういう感じで混ぜます。そしたら、うん、あとは簡単、この中にビックリマンチョコをぶち込めば、あー、チョコだけが見た目的に変化、いいか、よいしょ、完成になります。食べやすいようにストローにスプーンもつけておくと食べやすいかもしれません。まずはアイス、すごい音で全然吸えない、吸いにくい、もうちょっと溶かした方がいいかな。で、気になるチョコの味ですが、ちゃんとつけてるかな、よいしょ、なじませて、うわすっごいことになってるね。ビックリマンアイスってなんかファミマとかで売ってるらしいです最近。
ただきます。じゃあ そのまま素手でいきますよ。いただきます。うんうんうーん、おいしいおいしいおいしい。びっくりマンってサクサクの上ハウスと、うん、大人でもいけそうな、すごく甘くもないすごく苦くもない程よい感じのチョコがマッチしてておいしいですよね。それにバニラアイスが加わってものすごくおいしいです。うん、コメント下手。なんか今チョコレート打ち込まれたよ。意外とうまいよこれは。うん、音がちょっと雑音みたいな感じになっちゃってるんだけど、まあだんだん溶けていくと飲みやすいです。では今回はロッテリアのびっくりマンシェイクを作ってみたという動画でした。皆さんも簡単に作れるのでぜひぜひ作ってみてください。バイバーイ。じゃんけんぽい。チョキでした。